鈴鹿スーパーラップの最新版がこれだ。イベント同時開催、4台がエントリーしたスーパーラップ、チューニングカーの鈴鹿最速記録は H ケース CT230R と谷口のコンビが持つ2分2秒9。今回このタイムがターゲットとなる。トップバッターは大阪の老舗ガレージ伊藤の 34GTR、 RB26 に T88 を組み650馬力、富士で1分43秒を記録したマシンが S タイヤで鈴鹿アタック。うんちゃんはビデオオプション久々の木下光弘。今10秒切ってないから11ぐらいですね。結果は目標を大幅に下回る16秒台。走行後ピットに戻ってきた光弘から衝撃の事実が。アクセルが止めて。こんなこと初めてなんとアクセルペダルが外れて大だけに。このヘアピンでのヒール&トゥーでアクセルペダルがポロリ。すぐに異変を察知するも何事もなくアタックを続ける光弘。いや、プロップすごい。続いてのエントリーはトップシークレット 35GTR。 実測で1000馬力オーバー、富士での最高速は320キロを超えるモンスター。スリックタイヤで初の鈴鹿、どんな結果を残すか。ドライバーは新記録受け負いに谷口信太。いや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 、とんでもないです。頑張ります。まだまだ熟成過程の3号でどんなタイムを叩き出すか。ストレートでの最高速は今回最速の280キロオーバー。しかしタイムは目標届かずの9秒台になった。富士のセットよりだいぶ足動くにしないと、この鈴鹿は。それ今初めて気がついた。地元鈴鹿に店を構える名門エスプリの NSX。 エンジンを縦置きにレイアウト変更し、ツインターボでおよそ800馬力、タイヤは鈴鹿初トライの RE11S。 データがない中、今回のタイムが基準となる。地元ですからね、早くて当然、遅かったら何しとるからね。このマシンの開発ドライバーも務める光弘が期待に応えられるか。このマシンがエスプリ、エスプリのまず1コーナーあたりに進んでいきましょう。 ここ、なります。
しいタイヤでのセッティングがしっくりこず8秒台にとどまった。辛いですねまあでも何か見えるのでやっぱりそれトライしていきたいんで、まだまだ NSX のパフォーマンスは出し切れてないんで、今後楽しみな車なんで力を注いでいきたいと思います。鳥を飾るのはトップヒューヤル S2000 2.35 リッターに排気量アップし、極限まで磨かれたエンジンは800馬力を絞り出す。悲願のワールドタイムアタックチャレンジ優勝に向け、空力性能を研ぎ澄ませた珠玉のコーナリングマシンだ。ちょっとあったかいでね、出るだけ様子見の中古タイヤで出したタイムが手応えを感じさせる。さあ2分04秒台、いきなりのワンラップ、中古タイヤでの04秒台、こうなると期待が持てます。しかし戻ってきた谷口から予想外の一言が。遅い、遅い、マジ、うん、遅い。エンジンは特に問題なくタイムも十分なので、新品タイヤでそのままアタックに入る。遅いと思って4秒ってことは、こりゃ行っちゃうかも。チューニングカー最速記録2分2秒865。ありがとうございます。レコードとりあえずゲットで。さあスーパーラップは関西の元 F1 サーキット、岡山県 TI サーキットにやってまいりました。複雑に入り組んだ各コーナーをチューンドカーでどう攻めるのか楽しみ。ミーだよ、うるせえよ、うるせえの、お前ビデオ中お前だろ、お前よ、この野郎、慣れた、お前俺の悪口ばっかり言ってたろ、お前ふざけんなよ、お前このバカカメラマンも、お前もよ、うるせえ、ふざけてんのおめえだよ、バカ、悪いやつだから悪口言われるんだよ、このタコ、バイクワッチンじゃねえよ、うるせえぞ、お前だよ、それよ、うっしーしー。こちらもかなりの直線番長、シーケンシャル&850馬力で、しかも04セッティングのまんま、ヒーヒー言わせたろかいな。
なんかガッコンガッコンいろんな音がしてるけど、まあコーナーハーフアクセルで 4,500 馬力も出てるんじゃ何が起きてもおかしくないよ。踏め踏めラーマン。ざま見ろラーマン。それでは今度は遠征組の長アキラに行ってもらいましょう。GT 参戦決定でマシン作りでてんとこ前の HK スレーシングを無理やり全国アンギャに引きずり出し、とにかく世界一のフォーダーセダンのレコードを塗り替え歩くアキラ。ここ TI はレースで走り慣れたレイアウト、一切の無駄はありません。やっぱすげえぞアキラ。軽く流すつもりで36秒台、次のラップが楽しみ。さあ出ました、もう一台のモンスターアマサンセブン。竹槍もマジ。やりました。とにかくこのワンラップは竹槍のライン取りとアクセルの踏みっぷしに集中してみてくんしゃい。なんと去年の GT300 より1秒以上速いよ。まさ、ちょっと違反じゃないのね、速度違反ね。いや、ここはだけね、行くなって。やっぱりこれぞ本当のスーパーラップ、一周見てくれ。
このタイヤはすごい。もうなんかね、スリップタイヤみたいにね、路面に張り付いてくる。もう車も張り付いてくけどね、タイヤも張り付いてくる。アドバンすごいね。04番恐るべし。ご存知の通り、日本屈指の超高速サーキット。最終から1コーナーまでは2キロ以上。そこでチューニングカーは300キロを超える。そして試験、高速コーナーが組み合わされ、ハイパワーチューニングカーが進化を発揮するサーキットだ。ここに各コースでタイムを出したチューニングカーが集結。最終ステージだ。塚田はロングコース向けに 34GTR を開発。 GTR にこだわり続け、触媒付き環境燃料、エアフロレスなどこだわりを持つ車だ。320キロだろ、大変だろ。320キロだった。お、俺が出してやるよ。間違いなくドライバーの選択を間違ってる。喋りながらコースインしていく噴飯男。男が拳を突き上げて喜ぶ。まさか。間違ったらごめんなさい。タワー計測で32秒台。間違いなくレコード。ということは、すっとこどっこいが一番早いの？こんな奴が富士のレコードホルダーなんてやだ。見えたか、この車。早かっただろ。見えないぐらい早かっただろ、この車よ。俺も怖かった。俺が消えちゃうんじゃないかって思ったよ。これぐらい早いよ、この車。ここまでレコードを落としたサーキットは、筑波とセントラル。RE アメミヤ。富士はどう攻める？気合入ってる。ストレートは280キロオーバー。さて、富士一周の RE アメミヤ FD の走りはどうだ。
1分32秒5。ラーマン、塚田34をコンマ3秒差で抑え込んだ。3つ目のコースレコード樹立。HKS 富士スピードウェイスーパーラップということで、 HKS のプレミアムデーの中にお邪魔して、この中でですね、いよいよものすごい有名どころが、そして有名ドライバーがいっぱい出てまいりまして、この超高速の富士スピードウェイのスーパーラップが始まります。あのドライバーは、あの車は一体どんなタイムが出ちゃうのかな。激走富士スーパーラップ in HKS プレミアムデー。ねえねえ、何しに来たの？タイムアタック。いやいや、勝手に走っちゃダメだよ。ここはね、あれマゼじゃない、富士だよ。いや、なんかどこでも走っていいって言われて来たんですけど。コースには同じく D1 ドライバーオカチンの姿が。グリップ経験も長いオカチンに川端雅人が勝負を挑む。なんと雪の舞ってる中、 D1 選手が2人で勝手にスーパーラップ中にバトルしております。現在岡ちゃんが前、しかし川端のストレートが伸びる、川端のストレートが伸びる。おーい、危ない。2台のバトルはさておき、オカチンは1分47秒台を記録。これってすげえ速いタイムなんだぜ。一体その秘密は何なんだ。これどこのチューニングショップで作ったんですか。これはマインズ。マインズだから。これだから速いんだ。大丈夫ですか。大丈夫だよ。タイヤちゃんとついてました。タイヤはちゃんとついてました。空気圧も確認しておきました。乗り度コースイン。やっぱドライバーね、乗るとね、あの表情変わって、お前なんだよみたいな顔するんですよね。あれはね、ちょっとやめてほしいんで。ちょっとやっぱね、そう考えるとね、山田さんみたいなのが一番いいかなと思うんですけど。エボテンチューニングも各社ともに進んできた。タイムは1分58秒507。マシンの蘇生は悪くない。続いて木下光弘が乗る R マジック FD3S。 パワーはロータリーの限界近い589馬力。以前からこのマシンをテストしてきた木下光弘、1分45秒826の好タイムをマーク。山田英二、やっぱね、直線は GTR の方が速いような気がするんですけど、でもね、あれはエスプリの車ですから45秒入れてくると思うんですけど、やっぱ僕、谷口とかオリドンの姿が良かったと思うんですけどね。マシンのポテンシャルとしては1分45秒台は出してほしいところ。ドライバーも限界のギリギリを探りながらアタック。この辺りのマシンコントロールはラーマンうまい。安定した走りでタイムを稼ぎ、1分45秒445をマーク。今日のトップタイムだ。さっきメカニックの方が44秒出してほしいって言ってたんですよ。本当かよ、さっき45秒って言ったぞ。いやいや、僕には44秒って言ってます。ふざけんなよ。じゃあもう一回行くよ、俺は。本当になんで、折戸谷口にドライバー交代しましょうか。44秒。ふざけんなお前よ。あ、そして再び筑波スーパーラップ、あの偉大な記録がいよいよ破られる。オプション2では有名人アンダー鈴木を君は知っているか。オーストラリアで行われたワールドタイムアタックチャレンジ、いわゆるタイムアタック世界一決定戦で、谷口信輝騎乗の RE アメミヤトップフューエルなど日本の名だたるショップが苦戦する中、堂々の日本勢最上位ラップを叩き出した男である。
やつがすごいのはプロのドライバーでない上にマシンもほぼ自ら製作した自家製品ってところ。そんな男が挑む大記録がつくばチューニングカー最速記録。現在のレコードホルダーは HKSCT230R に谷口ドライブで叩き出した記録。6年間破られることのなかったメーカー製作のマシンでプロドライバーが出した記録53秒589を素人アンダー鈴木は打ち破ることができるのか。素人最速アンダー鈴木、筑波最速への挑戦。2012年年の瀬、タイムアタックをするのに抜群のコンディション。さらにこの日の走行はアンダーのみ。最高の舞台にアンダーはお口滑らか。今日も1台だけなんでミラー取ってきました。ストレートスピードが3キロは行くと思います。そこでコンマ1稼ぎます。こんなんついてましたっけ。テストパーツです。ガムテープ仕様です。板だけはドライカーボンですけど、取り付けはガムテープっていう。史上最高の素人製作によるタイムアタックマシン、スコーチアドバンシルビア。その外装はアンダー自ら御殿場の工場まで通い製作したフロントバンパー、前後フェンダー、ボンネット、トランクで武装する。エアロのデザインも自らこなしたというのだから驚きである。ちなみに製作日数は1点あたり3ヶ月。エンジンはクロワー製のストローカーキットで 2.2 リッターか、GCG の GTX3582R タービンとの組み合わせで 804.2 馬力、トルク 71.8 キロを絞り出す。サスペンションはビルシュタインの8段調整式。ブレーキは前後ともブレンボキャリパー、ガーランドローターにエンドレスのブレーキパッドを装着する。タイヤは前後ともアドバン A050 で、サイズは295-35-18。ダッシュボードもドライカーボン製。徹底的な軽量化のため無駄なものは一切省かれている。ロールケージは自作の黒森14点式で、剛性アップのためフルスポット増しが施される。メーターはレースパック。長年使い込んだステアリングと16年もののレカロシートがアンダーのタイムアタックの歴史を物語る。ところでアンダーはどうやってマシン作りのノウハウを学んだのか。学校終わるとすぐチューニングショップに行って、そこのショップの人の、やってるその仕事内容をずっと営業時間が終わるまで見てるっていう、そんな毎日を過ごしてたので、少しずつ毎日毎日の積み重ねで覚えていったって感じですね。まあ一生懸命なだけは俺以上じゃねえかなとは思うんですけど。そこはそうじゃねえとかもあったりするんですか。そういうのはもうたくさんあります。場所は戻って再び筑波サーキット。この時点でのアンダーの筑波最速記録は54秒162。もちろんこの記録は素人最速記録である。目指すは HKSCT230R の持つ53秒589。限りある時間を有効に使うため早速アタックに入るアンダー。ピットに歓声が上がる。これがいやー、何秒ですか。
53秒31まで。じゃあ52秒いってみたいと思います。あっさり H ケースの記録は更新。タイヤを新品へ変えて未知の領域52秒台へと向かうアンダー。数字出たらもうバーンってやばい。本人見えず手伝ってくれる仲間のため、そして何より自らの DIY が正しいことを証明するため、アンダーは命がけのアタックへ入る。その時は訪れた。おお！チューニングカー前人未到の52秒台突入。素人製作のマシンに素人が乗り、偉大な記録を歴史に刻み込んだ。まだ出るよ、まだ。最速の素人ドライバー、アンダー鈴木。純粋に夢に向かって突き進むその一途な思いが歴史を突き動かしたのだ。2000年に初めて登場した筑波スーパーラップ。13年の挑戦の末、削り取った秒数はおよそ6秒。この後、コンマ数秒のギリギリの戦いは続いていく。